奥平君、ご苦労さんです。ありがとうございます。奥平君は高知のバンクは好きかい嫌いかい？好きですね。好き、はい、好き、はい、で今日の倍数かけたところはそれは、いや、ずっと 4.17 長かって、うん、最近ちょっと変えとったんですけど、うん、ちょっと元に戻してみようかな。元に戻したってこと、はい、で今日は2着と、はい、いうことやったけど、初日の日に8着取ったと、はい、いうことは、僕はもっと奥平君がこう、成績で上がってくるんじゃないかなと思って思いやったけど、はい、500のバンクがあんまり好きなんやないのかと思って、嫌いな方やないのかと思って考えよったけど、そうでもない。そうですね、昨日ちょっと8着なって、今日はちょっと思い切った競争を心がけ、とりあえず3着までに入ろう、まあ、1着狙うよりはもう長い距離踏んでも3着まで入れ、はい、勝ち上がれええと、ちょっと大きい着取った後ちょっと消極的になってしまうんで、うんうん、じゃあそのそれを払拭するためにもちょっと大きい競争というか思い切っていこうと思いました。明日は思い切っていけそう。はい、なら怖い選手よね。いやいや、明日は、はい、また、いや、今回ほら、奥平君が、まあ、優勝候補の筆頭クラスで基準やか、はい、でその初日の日に怒ったと、失礼な言い方するけど、前にコーチに来た時もあんまり良くなかったもんね、はい、んで、あれ、500バンクあんまり好きやないやかなと思ったけど、はい、そうでもない。そう、好きですね。うん、全然良くないですけど、今日のレースで吹っ切れた。はい、うん、去年の10月来た時にピン28やったんで、うん、今度は821で帰りたいと思います。ああ、そうだね、うん、それはいいことや、はい、うん、そういうことで、だから明日頑張って、はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとう。